遠い夜空にこだまする竜の叫びを耳にして、名古屋ドームに詰めかけた僕らをじーんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。へえ、一度も行ったことないな。野球場。いや、友達がね、中日ファンの結構熱狂的な、なんつうの、応援団みたいなのをやってる友達がいるのよ。応援団っつうのかな、あれ、あの、太鼓かな、なんつうのかな、あの、トランペットみたいなの吹いたりとか、結構その、立って、その、応援の先導役みたいなのやってるやつがいるのよ。リア友に。そいつがよく昔歌ってて、カラオケとかで、それで覚えた。